はい、これですね。先日おすすめいただいて、もう早速買いました。リコーの、なんていうのかこれ、360度カメラです。縮小。縮小すぎた。プラスどこまで言われるか。まあまあな解像度ですね。これで上まで撮れちゃうんですかね、これ。すごいです、これ。で、外でしょ？これはすごいんですよ。ちょっと、多分こっちが撮れてるんですけど、ビデオを普通に変換してもビデオって360変換しないようになるとこうなります。これをで、これビデオ普通の画像でやると別のものになります。あの2つ、あ、でもいいかな、面白いかな、これビデオモード。360のビデオはこれ。パソコンでしか結合できないんですけど、ちょっとあのビデオはクオリティ良くない、ね、どうだろう、どう思いますかね。で、普通の画像でやると別のものになります。あの2つ、まあ面白いっちゃ面白いのかな。でもこれソフトがないと見せられないからな。本日の一本です。こちらです。この本日の一本、これがうん、上で外れるのは珍しくないんですけど、下でこうやって外れるんですよ。すごい。まあお化粧とかの時のメガネって言われてるんですけどね。こうやって、あ、これ普通なんですけど、こうやって多分こう化粧するんでしょうね。こういう感じ でこうやって化粧すると。私初めて見たんで、もうついつい購入しちゃいましたね。というか、まあそれはいいんですけど、このね、なんかビジュアル的に面白いかなと思って、片方こうね、ついつい購入しました。なかなか多分売ってるところがだからあんまり見ないですよね。これが、ここが磁石です。面白いメガネ、これ。化粧の時のメガネって言います。こうやってね、片方には目、化粧する人って見えなくなっちゃうから、メガネをしつつ片方の度数で見ると、こういうふうにやると面白いメガネ。